七月五日金曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送です なんだか久々にこの6時のオープニング、外、明るいなという感じでね、そうですねしばらくね暗いお天気続きましたね、雨降ったりとか。そうなんですよねいやだからさ、うちももうさ、洗濯物がたまってたまってしょうがないというね。ああ ええ、干せないじゃないですか、外ではね。だからまあ、しょうがないんで、外で干せないっていうことになると、まあ、部屋干しをするしかないと。ただ部屋干しっていうのもね、なかなかこう、匂いがとかね、いろいろ考えちゃうから、そうやって躊躇してるうちに、洗濯具から汚れ物が溢れ出し、もうすでにですね、洗面所の床のところに、だんだん山がこれ大きくなってって、ね、蟻塚のごとく増殖していくというですね。 そうやってこう洗濯物溜まってくると困るのが、うん、特に飯田さんだとあれじゃないですか,ですかあのパンツのローテーションがおっしゃる通りだよ。ませんかこれ本当大変で深刻でさ <laughs> 深刻いやもはやね、ええ、そのローテーションがあまりにきつくて、はあ、そうなんだよ。もう うちね、在庫がついに今日履いたので。最後最後で。ラストパンツ。ラストパンツだよ。イエス。<laughs> <laughs> かっこいいんだかかっこ悪いんだか。今、ラストパンツをつけております。<laughs> で今日、なんとか、この天気、どうだろう。まあ、曇ってはいるけど、うん、夕方ぐらいまで持つのかな、はい、そうですね。午前中午後はおおむね晴れて、ちょっと、 ちょっとあのまあ曇り空だとは思うんですけれども、<う>夜以降、ですね6時以降から雨がちょっと降り出しそうな予報になっておりますねじゃあまあまあ、今から回してだ、うん、で干してだ。はい 夕方までに取り込めばなんとかなるとなんとかそのパンツは取り戻せるかと思いますおお、いや取り戻せるも何もね <laughs> そうじゃないと、うん、いやもうあの風呂入って夜一緒に洗って干しといて<ー>で翌朝みたいなことにもなるんでそうですよねましてやね先週あの大阪市出張でしたからその分もね溜まってるわけですよね洗濯物がもう逼迫してるんだよ <laughs> パンツがねすみませんね朝からこんな話してていやでもこんな番組なんですよあのねえー 80代の奥様鶴見区から雅江さんという方からね便箋でお手紙いただいたんですけどす時々飯田さんのお子さんのことがお話に出たり生活感やらいいですねっていただいたんでんえそれに後押しされて今日はうれしくてこんなに喋っちゃいましたすみません,ません、ね、後押しされてパンツのお話をしてしまいましたいや、でも今日のねこの、まあ、晴れ間とは言えない曇り間ですけど、はい、有効に使ってくださいそうです、ね、来週もね傘マークがずっとついてんだよな。うんね まあ、この曇りマークも続いてるんですけど、これが雨が降るか降らないかっていうのも、また微妙なところなんですよね。うん、そうなんですよ。<ー>これやっぱり、あのー、気象専門にやってる方に聞いても、いや、飯田さんね、わかんないんですよ。この時期の。大気の状態って、本当に不安定で、いきなり降るんですよ。って言ってますからね。うんうん、はい、えー、今日はなんとか持ちそうです。さあ、八時まで生放送です、早、OK、慶工事アップ。 さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってきました。今日は、えー、昨日公示された参議院選挙についてというのがもう全紙一面ですね、えー。朝日新聞、安倍政権6年半問う年金増税憲法焦点に、えー、読売新聞、年金憲法で公募参院選370人立候補、えー、毎日新聞、安倍政権7年審判会見3分の2焦点年金消費増税論戦 えー、産経新聞、改憲勢力の維持焦点参院選公示370人立候補、えー、東京新聞、憲法、暮らし、未来選ぶ論戦火豚、えー、日経新聞は社会保障、憲法で論戦、改憲勢力3分の2焦点にと。 お見出しをざーっとこう読んでもまあだいたいね、えー、各社同じようなことが書いてあるなというところです。後ほどこれ時台、えー、のおハヨニュースネットワークのゾーンで詳しく取り上げてまいります。でまあそんな中あ他にもニュースが動いておりましてまずはあセブンイレブンジャパンがあこと今月1日から開始した決済サービスセブンペイというねまああのスマホに QR コードだとかバーコードを出してそれをこう読み取ってもらって決済をすると。 えー、買い物をするというサービス不正アクセスが相次いだということで、えーまあ、1日に始まったばっかりですからねまだ始まって4日ぐらいしか経ってないんですが、えー、5500万円の被害と、えー、およそ900人に被害が出ているということです。まあ、被害者の ID やパススワードを不正アアクセスで入手し、えー、アカウントを乗っ取って でクレジットカードで入金をして、えー、コンビニで換金性の高い商品を買いでそれをおそらく換金して儲けたんじゃないかというようなことが疑われております。まあこのね、えー、セキュリティに問題があったんじゃないかというような指摘もあるんですがこれね新聞によって、えー、どこに載ってるかっていうのが結構違って面白いんですね。えー、読売新聞は一面トップからあさらに九面の経済面と、えー、そして実際にまあこれ、えー、まあ出しこと とは言わないんですけれども商品をマックセアクセスで、えー、得たこのセブンペイで商品を買っ でえー、と届けよううとしたっていう容疑で中国人の、まあ、学生2人が逮捕されてますけどそれも社会面に大きく取り上げておりますでまあ,あ朝日新聞は中の方の面で取り上げるという感じでね日経新聞はなんと15面までいかないとこのニュース出てこないんですよ15面の企業にっていうところと社会面に少ししかっていう、まあ、この辺のねスタンスの違いとか、まあ、いろんな、あのー、取材先としてねやっぱ企業っていうのは大事と思う 新聞ととととそそうじゃなななないいいいいころろみたいなこういろんなあグラデーションがあって面白いなと思いますで、えー、その読売新聞ですけれどもオピニオン欄のところまで読み進めますとです、ね、これが、あのー、氷河期世代についてっていうのを今日は詳しく特集をしてましてああなるほどなと読売もこうやって特集をするようになったかと、まあ、だったら消費増税もこんなに、えー、押さないでほしいなとはふと思ったりもするんですが、えー、中央大学のです、ね、山田雅弘教授という方にインタビュー しております、えーまあ、30万人を正社員化するんだということを骨太の方針、えー、政府の方針として、えー、のっけ取りますけれども、えー、このお氷河期世代がなぜ生まれてしまったのかというあたりから、えー、きちんと読み解いていて、まあ、それは、えー、1990年代半ばぐらいから、えー、バブルの崩壊もあってあるいは雇用のあり方が変化して正社員になる人と、えー、非正規で単純労働の人大きく二極分化してそして一度非正規に就職すると正社員になる人と 社員にななるのが容易じゃなかったとで、えーまあ、アベノミクスが始まったりなんかして雇用が良くなってきたというタイミングはいくつかあったんですけれどもそのタイミングでも新卒の正社員採用を企業が優先した結果非正規の方々っていうのは雇用の調整弁のようにして、えー、このまんまこの氷河期世代の非正規っていうのが100万人単位で残るとこういうことになってしまったということです。ここここれれははは自己責任では全くなくななっっててのの世代の手当てをしてこなかった、まあこれはもう 自民党もそうだし旧民主党もそうだけれども、えー、時の政府の責任あるいは政権の責任というものは厳しく問われなければならないとそしてこの先の建設的な議論をしなければならないとまさにその通りであるなと、えーえー、就職できないのは自己責任という社会の認識が政府が後手後手に対応が後手後手に回った背景として指摘されていると、えー、これ、えー、読売のです、ね、編集員の石崎宏さんという方もおまとめのところで指摘しております。 まあこの先ですね、まあ、40代から、まあ、30代の後半から40代の前半と言われてますけれどもまあ現役をこのあと20年続けると、まあ、年金の受給するということになってくる今その2000万円だ何だって年金の話をしますけれども今もらえてる人はそれでもまだ もらえてるわけですね、えー、ところが、えー、この先このじゃあ氷河期世代っていうのは年金の積み上がりがないまま65あるいは70を迎えた時に一体いくらもらえるのかっていうのはそもそもが心もとないわけですよ。でこれをどう手当てしていくかっていうのは20年先の話なんですが今手当てをしないとどんどん時間も狭まると。 これはの兵庫の宝塚市というところがですね氷河期世代を限定したえしを採用というのを始めるとえ今、募集をかけている最中というのが出てきておりますま。こういうい話がですね どんどん出てこないといけないと。で、えー、これを阻む原因として、えー、終身雇用と、それから、えー、新卒一括採用と、まあ、日本的な雇用慣行というものが、一旦逆に非正規にこぼれ落ちてしまった人たちの再起動を、非常に難しくしているというところがあると。実は働き方改革だって、そこのところの、お介護規制の緩和であるとか、あるいは再雇用というところを、本当はやりたかったのに、労働組合 の反対でそこは全部骨抜きにされて、えー、残業を減らせそして、有給を取れとそこばっかりやるようになったんでこれ、えー、小学期世代には全くむしろ厳しい状況が続くということになってしまいましたその辺を今回の選挙で議論していただきたいんですが高齢者の年金の話ばっかりをしているのは与野党ともにどうなんだと。 まだあと投票日まで二、えー、週間以上あります。今後の議論を期待します。ご意見お待ちしてます。cozy 工事＠一二四二六とこもです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンニュースについてのご意見お待ちしています。今朝のコメンテーターは、外交評論家・三宅邦彦さんです。 えまずは韓国への輸出基準見直しの話、参院選、それから中東についてトランプ大統領、えー、さらに北朝鮮、そして中国が南シナ海に弾道ミサイル発射実験というニュースを取り上げていきます。 デスニュースについていろいろご意見いただいてますね、氷河期世代についてというのは、ツイッターを中心にたくさんメールも書き込みいただきます、ガレオンさん、今まで放っといたというより、団塊の世代の雇用を守った結果が今なんだよな、世代別の投票率を上げないと見向きもされないからなと、いただいております、まあこれね、こういうことを言うと、すぐ世代間対立を煽るなっていうふうに言われるんですけど、一方で、この氷河期世代って、団塊ジュニア世代でもあるんですよ、人の数はね、結構多い、ボリュームゾーン。だから 行けば変わる可能性がある、まずは選挙に行きましょう、えー、それから洗濯物についてとい、ね、たくさんいただきましたね、えー、チョキチョキさん、52歳の奥さんも恨やすしいや、部屋干しはちょっとって言うけど、えー、汚れたものを洗濯かごに溜め込むよりも外に干せなくても洗濯した方がいいですよと、うん、部屋干し専用の洗剤もありますしとあとはあのツイッターでいただいたのが、はいえー、除湿器を2つフルで回せば十分にそれで乾きますから、飯田さん<ー>。と い,やいろんなアドバイスをいただいております、それからコインランドリーを利用したらどうですかと、ゆずぽんずさん、うんえ、市川の49歳、公務員の方、確かにね、持っていくのが大変だっていうのがあるけど、<laughs> まあ、最近は結構、ね、また増えてきたっていうような話もあるからね。そ,うその辺エンタメで特集してもいいかもしれません。うん さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんですおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,ますえ先週の金曜日はというとお疲れ様でした、えー、ありがとうございます、ね、大阪から生放送でお付き合いいただきましたありがとうございました、えー、全く見たこともない大阪でしたね <laughs> 車走ってないしねそうですよね閑散としてて警察の車だけだったね本当ですよね面白かったないや我々放送が終わったあとに G20 の会場の大阪の海沿いに行こうと駅のすばすを待っていたらバスなんか出るわけないやんだってあんなにいっぱい要人がいてさあるとあらゆるところをねブロックしてんだからさバスが出ますって出るわけねえだろって結局20分ぐらい待ったんですけど出ないんでよかったですね早く諦めてね地下鉄地下鉄に乗って地下鉄に乗って 勝手はラッシュでしたよねしし。まあね、でもあれは普通の朝。まあ確かに。でもあれでもついてたんだと思いますよ。多分そうなんでしょうね,ね<ー>。え今日も一つよろしくお願いします,しします。七月五日金曜日日本放送アナウンサーの飯田浩司です。 おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 浩二アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日本が韓国に対する輸出規制の基準を見直し韓国からは反発 日本政府は昨日から韓国に対する輸出規制の基準を見直しました規制の強化は韓国の基幹産業である半導体の製造などに使われる化学製品3品目が対象となっています この規制について安倍総理は金融の措置ではなく通常の貿易に関税をかけるわけでもない韓国に国際約束を保護にされたからこういう行動を取った国際約束が守れないのであれば我々は今まで取っていた特別な優遇措置はやめて普通の手続きに戻したというふうに述べました。 えー、韓国は一方で国家安保会議を開いて措置の撤回を求めて WTO 提訴を含めた外交的対応策を積極的に取る方針を決めたということです。まあ要するにこれ 周到に練られた韓国の急所をつく一手だと思うんですよね。言い方はちょっと回りくどいんですけどねなぜ、ええ、あの信頼性が欠けたからだから何も別に得することやってるんじゃなくて元に戻しただけだとこういう説明なんだけど、うんはい、WTO 協定に、えー、と整合性があるように。 まあ、それと違反しないようにということ。なぜかというと、パネルで訴えられる可能性があるからね。はい、それで負けちゃ大変ですから。はい、そういうまあ理論武装をしたということなんでしょう。<ー>まあね、日本だってね、はい、本当はこんなことやりたくないと思いますよ。だって日本の企業かあの影響出るんですからね。<ー>ただね、まあそうは言ってもね、G20 まで待ちました、はいね。あんたなんかやるのって言ったら何もやらなかったじゃないですか。 そうするとねやっぱりどっかでこれ対抗措置かどうかは別として、はい、日本は本気だっていうメッセージを出さなきゃいけないという判断だったんだと思いますで、それは僕間違っていないと思うので、ねうん、ただね、うん、外国じゃなんかいろいろ言われて,てあて日本もねトランプと同じになったっていう人もいるじゃい,いやウォール・ストリート・ジャーナルねだけどねのあ一緒にしないでよあんなえげつないことやってるわけじゃないからね <laughs>、はいろいろなルールがあってそれで優遇していたのを元へ戻しただけだから、はい、対抗措置それであの関税かけてるわけでも ないしね。まあその意味では中東に考えられたことは間違いないの。はい。ただまあね、うん、これでじゃあ物事がうまく引くかったら僕はまあ逆でしょうね。うん,うん。 おそらくここまでやられたら、はい、っていうか我々もここまでああそこまでやられたんだからここまで行ったわけだけど、ええへへうこうなるとやっぱりチキンゲームになりますよね。ということは向こうも降りないでしょう。当分はこれが続くと思いますね。ああ、まあ韓国まあ日本側から言わせれば、うん、そのレーダー勝者のこともあるし、そ,<う>それからそもそも1165年のねええへへ基本条約の話だから。そうですよね。うん、でその前提をある意味あの大法院まあ最高裁判決って。 根底からぶっ壊すようなことをしてきた普通はやらないよね、だけど、まあ、韓国の司法っていうのは、はいえー、ちょっと違いますよね。今もアメリカの最高裁がね、保守派が増えてるというふうなことを言われる人もい,いるんだけど、えー、まあそれに習えば、うん、韓国の司法もちょっと左に寄ってませんかと。まあ、政治任用などもあるのかと言われますね。言われますよね 普通だったらこういう判断はしないですねうん少なくとも僕が知ってる国際法ではね彼らは国内法の方が優先すると思ってるのかもしれないけど、えー、少なくとも同等ですよねうんですから配慮は絶対すべきだと思うしそれ大体。国 基本条約をさ、はい、破ったら,さほら国家として約束破ったってことが誰も信用しなくなるよね、えー、どうしてそんなことは分からないんだろうかと、もちろん国内政治は、はい、ありますよ、だけどそれをちゃんとついつも合わせるのが政府の仕事なんだからね、えー、行政府の仕事なんだから、うん、司法があのそういう形で出たとしても、もう少なくとも行政府は何らかの努力をしなきゃいけないんですよ。うん、そののの努力のどの字もないから、うん、こっちは、はい 何やってんのって言いたくなるわけだ。ええ、そういう意味ではね、やっぱり、あの、公平に見ても、まあ、はい、私は日本人だから、公平じゃないと言われるかもしれないけど、どう考えても。中国、ごめんなさい、韓国の方が、が悪いと思いますけどね。うん、まあ、なんか財団を作って云々みたいなんで、これ解決策じゃないかって、韓国側は言うんですけど。だめ、だめですよね、うん、あれはね。 そもそも論として大法院判決に乗っかった形での財団の作り方だとこっちとしては乗れないですよねもう少し悩んでほしいんですよ国際法がわかっている人たちがいるんだから行政府にはえー、まずは日本が韓国に対する輸出規制の基準を見直したというニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします 時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです参議院選挙370人の立候補が確定各党が第一声 第25回参議院選挙が昨日公示され全国で370人が立候補を届け出ました今月21日の投開票に向け選挙戦が幕を開け各党は早速街頭で支持を訴えておりますえということで主な政党の第一声を順にお聞きいただこうと思いますまずは自民党安倍総裁です私たちはは憲法にに自衛隊をを明記すするるとといいいうここ公約に書かれててまのの選挙で問われているのは 私たちのように、しっかりと国会議員としての責任を果たして、議論をする候補者、政党を選ぶのか、議員としての責任を果たさず、審議を全くしない政党や候補者を選ぶのか、それを決めていただく選挙でもあります。続いて公明党の山口代表です。7つの選挙区、全員当選。さらには、比例区では6名以上の当選を目指して、力を合わせ、 過去最高の議席獲得へ向けて全力で走り抜いてまいる決意でありますこの日本の政治の安定のためには連立政権に公明党がなくてはなりません続いて立憲民主党枝野代表です暮らしの安心はどん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 壊されてきたこれ以上暮らしを壊されてはいけない 暮らしの安心を取り戻さなければならない。暮らしを守る。生活を防衛する。そのための夏の戦いに皆さん、していこうではありませんか。国民民主党、玉木代表です。まず何よりも、家計を豊かにすることによって、そして GDP の6割を占めるこの消費を盛り上げる。消費する力がつけば、企業はものを作ったら初めて売れるようになります。 消費を軸とした好循環を回す。この経済政策に変えていこうではありませんか、皆さん。共産党 C 委員長です。マクロ経済スライドで7兆円も年金を削るのか、それとも減らない年金にするのか、これが年金問題の最大の争点です。日本共産党への一票で安心の年金への第一歩を踏み出そうじゃありませんか。 日本維新の会松井代表です安倍総理は今回の増税で教育無償化を実現するというけどその前にですねまず徹底的に業格をやり財源を生み出す努力をしてそしてどうしても社会保障費足りないときにもう一度国民の皆さんに判断いただく社民党吉川代表です安心して 働き、結婚し、子供を産み、育て、老後を迎えられる、そのような雇用の質の確保、これを我々、社民党はこの参議院選挙で訴えてまいりたいと思います。ええー、主な政党第一声、まずはお聞きいただきました。はい、さあ、参院選、7月21日まで17日間です。ねもう25回はい。ですね。まあ、参議院っていうのは、これちょっと、 基本に戻りますけどね。やっぱり上院ですよね。まあそう他のね、会員、まあ,あ日本の場合には会員がまあ政権をね議論するところだとというふうになってるから、はい、まあそういう意味で参議院っていうのは。 まあ職能の代表であれいろいろな各界からね立派な人が選ばれてまあ良識の札だということになっていたわけですけどもま残念ながらそれは本当は衆議院とバランスを取るために作られたんだとは思うんですけども結果としては残念ながら本来のような形 役割を果たしたしか、まあ、タレントの人たちが入ったはずやねっていろいろ言う人もいるけどまあ本来はあのー、参議院というものがその正当化しては本当はいけなかったのかもしれない<ー>しかしこれが現実ですからね。そ、はい、そこははもうう私は国民がそう 考えてて結果を出しいるただまああと争点としてね政治を安定させるべきなのかそれとも暮らしを守るのかとこれが大きな対立軸になってるように見えるけどよく考えてみたらね暮らしを守るためには政治が安定しなきゃいけないって考える人もいるかもしれないしそれからいや暮らしを守るためには政権変えなきゃいけないと思う人もいるかもしれない。だけどこれ必ずしも 私は守っていれば政治も安定するわけだし、うん、まあいろいろなあの考え方があるんだろうなと思って、これ国民の皆さんよく考えて<ー>、ね、あの本来の参議院があるべき姿っていうのも念頭に置きながらね、うん、よく考えて決めていただきたいなと思いますね。七、うんえー、月二十一日投開票ということであります。三百七十人の立候補が確定しました。では続いて二、えー、つ目こちらのニュースです。 アメリカのトランプ大統領はイランのロウハニ大統領がウランの濃縮度を引き上げる方針を表明したことについてイランよ脅しには気をつけろ脅せば誰も経験したことがないほどの強さで自分に跳ね返ってくるだろうなどと対抗措置を匂わしツイッターで警告しました。 えー、ローハリ大統領は3日ウランの濃縮度を核合意で定められた上限にとらわれず7日以降必要なだけ高めていくと表明をしてまあトランプさんはそれに対してツイッターで、えー、対抗措置を似合わせたという流れですトランプさんが一体何をやりたいのかね、はい、アメリカ人も分かってないんですよね<ー>今朝たまたまあの面白そうだからプリントして持ってきたんですけどね、はい、僕が非常に尊敬するあのワシントンの あの中東の専門家、まあ、彼女がこう言ってんですよね、はい、トランプさんは、えー、サプライズとそれから不確実性を好みねそしてその脅威の認識とかそれから選択肢についてはですね、はいえー、常にカジュアルにカジュアルにってこれ英語でカジュアルにってのは思いつきって意味ね 非常に悪い意味なんですよね、はい、カジュアルに対応しね、ね、うん、そして、えー、自分の本能を常に信じ、うん、それで、えー、敵対する人たちに対する対応っていうのは、困難、はい、いずれにせよ、うん、カオスを望むと、カオスを望む、うん、まさに今やってることですよ、なるほどなと思って、さすがだなと思ったんです。はい、ただねトランプさんははこれあの挑発はしてるるように見えるけど、はい あの戦争なんかやりたくないと思います、彼の本音はね。だって、イラクで、それからアフガニスタンで、はい、あれだけの戦争をやったと批判してきた,たでしょ、はい、それがあのイランで戦争を始めたら、これは本当に、まあ、冗談ジョークですよねうん、まあ、だけどジョークが本当になっちゃうかもしれないんだけど、私は本音はやりたくないんだろうと思います。<ー>じゃあ、イランはどうかっていうとね、はい、イランはあの戦争をやりたいわけないんですよ。 イランもイランがやったかどうかは分からないけど、やったと言われるタンカー攻撃を思い出してください。写真見れば分かるけど、あの水、汽水船の上に嫌いをくっつけるわけでしょ、嫌いってのは船の底につけるんですよ、沈むためにね沈ませるために沈ませたくないんですよ。ということは私の気持ちは分かってねと、彼らも戦争したい。 とまでは思っていいなうねただ,、えー、ただまあアメリカの無人機とはいえね、はい、軍隊の偵察機を撃ち落としたっていうのは、うん、これやっぱりねちょっとどっかが送るって。 計算であるとか、<算>あるいは命令系統であるとか。誤算が始まっている可能性があるんで、んそれは私、心配ですけれども、まあね、簡単なんですよ、ウランの濃縮度を、ね、これ上げるっていうね、はいえー、つまり今までの合意から出するわけでしょ、はいえー、それはトランプさん。 待ってましたと。やってください。どんどんやってくださいなんですよ。まさにそのカオスを望んでってとカオスを望んで、彼の本音は戦争なんかしないでね。今ある、その核合意はダメだから、まず自分が引いて、今度はイランに対して最大限の圧力かけて、イランに離脱させて、それで力の立場からね、より イランに厳しいイランにとってはとんでもない話だけども厳しい、新しい核合意を結ぼうとしているっていうのがイランに最後ぶっ壊させるわけですう。ね。ぶっ壊したらもうヨーロッパもロシアも中国もないから本んでもってもう一回やり直そうと思ってるんだと思うんですよね。そんなうまくくいかねだってイランからせらさせっかくあそこまでやったのにねそれさらにされてねもっと厳しいものそんなもん誰もやりたくないですよ。やりたく いなからやっってぶっ壊そうとしてるわけ強硬派ねそういうことを考えると、えー、このトランプさんのさっきの私の友人の、うん、彼女のトランプ票とそれから今実際に起きていることを見ていると、はい、あどう見てもこう,うまくその戦略があってねしっかりと出られた上で着実に一歩一歩追い詰めていくって感じたまるで逆の。 やはり本能に従い、ねうんはい、カオスを求めですよ、うん、そして、えー、サプライズと不確実性でやってる思いつきでやってると言わざるを得ないよね、これで大丈夫かなあの北朝鮮の問題ももちろん心配なんですけど。はい これも実際日本にとって悲しい現実だけども、ええ、もしアメリカにとって核の問題について2つの問題の国があるとすれば、それは北朝鮮とイランですよね。はい、北朝鮮はもう持っちゃってるわけですよ。ですからその対応はなかなか難しい。でもイランは持ってないよね。まだ持,っ持ってないうちだったらまだ強気でいけるよねということなんでしょう。うこれがあの裏に、裏目に出てね、はい、そして誤算が生じて、 とんでもないことが起きないことを祈るしかないと思いますまあアメリカ兵に血が流れたらただじゃおかないとそれはやったらっ、ね、それやったら終わりですよイランはそこまでやらないでほしいなと思いますけど、うんえー、この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです共同書簡ゲーム まあ、耳馴染みのない共同書簡ゲーム、どのような背景から生まれた言葉なのか、次のニュースをお聞きください。 北朝鮮の国連代表部は3日、アメリカが6月29日に国連の全加盟国に対して各国で働く北朝鮮の海外出稼ぎ労働者の送還を求める書簡をイギリス、フランス、ドイツと共同で配布したと声明で明らかにしました。その上でトランプ大統領が米朝首脳会談を提案した同じ日にアメリカの国連代表部が共同書簡ゲームを実行したことは感化できないと非難しております。 まあということでこのお書簡を配ったっていうあたりが共同書簡ゲームっていうことをお言ってることとやってることちげいじゃないか、うん、というようなことのようですが。まあ気の利いたことを言おうと思ったんですかね。<laughs> よくわかんないけどね。<laughs> なるほど要するに。 国連の北朝鮮の代表部でしょ、はい、まあこのレベルの人たちが、まあ、あれだけ変な所感が出たらですよ、うん、文句の1つも言いたいじゃないですかありがとうなんて言えるわけないんだからね、うん、そしたらけしからんと、ええ、それはまあこういう言葉で共同所感ゲームなんて言っちゃって、うん、それで感化できない、じゃあ感化できなかったらどうすんだよと、そこはそれ以上は言えない。はい だまあこの代表を売れ出先レベルのものでしょう、ええ、新しい政策を反映したものでも何でも不可ないと思うとは思います、はい、ただ、まあこれね<え>、えーまあ、やっぱりこのマルチの世界で、ええ、多国間の世界でね国連みたいなところであったらこれはもう書簡、全部書簡ゲームになるわけですよーペ,ーパーペーパーゲームですからペーパー配ってペーパーゲームの最大は何かあっ,ったらそれはもう 決議ですそうするとこれ<ー>ただの,あの所管ゲームじゃなくてもう、はい、それ水面下のね<ー>、えー、議論をして交渉をして<ー>それでなんとかとにかくあのー。 拒否権を持っている人たちが5か国もあるわけで、はい、こいつは黙らさないゃいけないからね、人を押すためには、はい、拒否権を使わせないようにうま,まあマッサージをしながらですよう書簡は持ち出すし発言もするし、はい、その中で、あのー、やっと国連安保理決議が1個できるというのが実態ですから、はいまあ、この共同書簡ゲームなんていうのは、まあ、まだ序の口だと私は思います。ーーであのー ね、GTT の直後に米朝の首脳が反問点で会うというのがありました。 まああれ、思いつきだっていう、また思いつきなのかもしれないけれども、僕はあ,のある程度準備をしていたと思いますよ。準備なしね、あそこまで僕はできると思わないしね。トランプさんからすれば、先ほどの話じゃないけど、サプライズ。それから、まあ、どちらかというと思いつきなのかもしれないけれども、逆にね、もし、あれ何もなくてですよ。 20のあとね、はい、大したこともなかったかもしれない、すがなく終わったけど、トランプさんからすれば、パンパカパンはないわけだ、えーね、それで韓国行きました、はい、そしたら、え前線行ってで、兵士視察して、うんはい、それでさえなら、何もないじゃんと<ー>、ね、その時にあそこでなんかやったら、パンパカパンってやれば、ですよまたこれ、世界中に注目されると、はい、そういうことを考えると、私はもっと早い段階から、彼は考えていて。えー うん、そして彼はね、要するに簡単にはね、統治、はい、というよりは、選挙やってるんですよ、うん僕ね、かかり2年半かな、もうやってるでしょ、はい、ずっと選挙やってる。うんと考えたらば、はい、あっ、半門店に行っても選挙やったと、キャンペーンをやったというふうに考えると、筋褄が合うかなと思ってます。まあちょうど民主党の、ねえー、テレビ討論会が あの行われた最中ということでね。えー、えー、もう今日なんかあれですよ。軍事パレードやってるんですよ。小さな小さな。はい。まあ、なんであることかね。独立記念日がこんなになっちゃいけないなと思いますよ。え、うん、今日のキーワード、共同所管ゲームでした。 メール、ツイッターニュースについても様々いただくんですがそれ以外にもいろいろおいただいておりますこちらはです、ね、お名前ないんですが大学4年生の方からメールをいただきました、うん、え、今日は企業の最終面接<ー>第一志望ではありませんがボロが出ないよう頑張りたいですといたまました、うんうんね、頑張ってねあそうかこの時期っていうとまさにね、<う>終了からどうぞ。<laughs> 大変失礼しました。ここのところあのなんか会社の中でね今の引っ越しとリニューアルをちょっと休み中じゃないいやそうじゃないそうじゃないんですよそうじゃないですよいやなんかねそれをやってて偉い会社の中がほこりっぽいんですよそうなんですかそうなんかオフの大改造を行うっちゅうことでね大変失礼しましたまあこの方本当頑張ってほしいですよねただみんな同じ黒い服ってのもいかがなもんかねあれあれしかないかねやっぱり 昔の写真を見ると結構みんな個性的な服着てたりする時代もあったんでけ、ねうん、でも個性的な人はみんな落ちたかもしれませんね。そうか、そこがわかんないんだな 日本放送飯田康司のオッケー工事アップ。おいて、私、日本放送アナウンサー飯田康司と。新行一ちがお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ます今ちょっとなんか、法廷についてうんざりしていす。えー、いやいやいや、もう,そう,うそういうことないんですよ。そういうことないですよ。もう楽しみにしてますから。えー、<laughs> 先週はあの大阪で叫んだんですけど。えー、あの会議室だったから,後らそうそう、後ろに、ね。に行けなかったけどね。今回はまた元に。スペースいっぱいありますから、大丈夫ですよ。いや、でも、あれね、あの放送終わった後に、三宅さん、うん。 悔しがってて、うん、いや、横には受けらんなかったけど、あ、違う、後ろには受けらなかった。横に受けたんですよ横に受けられたんだよ、うん。ちょっと見てもらえなくて、残念だったよね。<laughs> 新しい動きをしたんですけど、ね。<laughs> ラジオなのに、こうやって細かい。<laughs> そうですよ <laughs>、はい、それでは参りましょう。はい、この時間、最後のニュースを。すごい。<笑><笑> <laughs> コラボバージョン。で中国が南シナ海で弾道ミサイルの発射実験。 アメリカ国防総省当局者は4日中国が南シナ海で弾道ミサイルの発射実験を実施し南シナ海の洋上に着弾したと明らかにしましたこの海域で中国のミサイル実験が確認されるのは初めてとみられておりますアメリカ国防総省の当局者は声明で 遠距離の標的を精密に核や通常攻撃できる中距離弾道ミサイルを中国は拡充していると指摘し、中国による軍事拠点化の動きに懸念を表明したということです。まあこれ日本でも大きく報じられるそうですよね。南シナ海コンナンサーでしょ。要するに、はいえー、中国が言う第一列島線なんですよね。第一列島線の中ですから、はい、まあこの問題三つポイントがありましてね。<つ>第一はね。はい。 こ習近平さん、また嘘ついたとアメリカは思ってると思うんですよ。またた嘘ついた、うん、昔ね昔といっても、まあ、56年前ですけど、はい、もうサイバーね戦争をやめますよと、えーえー、変なことしませんよと言って、はい、それや破ったとそれから南シナ海については軍事化しませんと、はい、言ったけどそれも破ったと、はい、そ,れそれでねやっぱり今の米中関係のね、まあ、悪化の引き金 だったと思うんで、まあそのやめる気ないんだから、はい、これがまあああ当分こうだろうなと、これが第一点ですね。はい。第二点はね、やっぱり第一列島ド線の中にアメリカの船を入れないということ。これ要するに中距離弾道ミサイル精密に遠距離で攻撃ができるってことは、はい、要するに空母をつ沈めますよって言ってるんですよね。おお<ー>、うん。もちろん空母の周りにはね、はい、イージス艦がいて守ってんだけど。ええへへはい。 じゃあね100発一遍にミサイル撃ったらどうなりますかと飽和攻撃って言うんだけどね、はい、それは聞きますよ。 ですからその意味ではこれをあのアメリカにとって大きな問題であると。はい、3番目に大事なことはね、えー、中距離弾道ミサイルがこうやってどん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 ん増えていくと、うんはい、昔は米ソで中距離弾道ミサイルは全廃したはずだったんだな INF 条約で。だけどアメリカがそれをやめたでしょ。なぜ、えーえー、かということはねこれ東アジアでひ一昔前のヨーロッパのように、はい、ついに ミサイルそれから核兵器に関する軍備管理が始まる軍備管理核軍縮軍縮と呼んでいいかどうか分かんないけど、はい、軍備管理が始まるってことですよ、今までそういうことはあの東アジアにはなかったけれども、はいまあ、あらゆる意味で北朝鮮もそうだけども、ええ、中距離弾道ミサイルの脅威というものが出てきたから。う その、まあ、始まりですよね。で、実際にこうやって発射実験するってことは、それが実戦配備されるってことだから、脅威がしっかりと出てくるということですよね。我々<ー>の政策も変えなきゃいけないと思います。脅威がしっかり出てくるという段になると、アメリカは、力で封じ込めるんじゃなくても、話し合いも含めてで。 管理をしていく方向ただもう一つは、もちろんこの南沙諸島のを含めた、ね、南シナ海、はい、どこでもほとんど公海ですからいわゆるやけの,海だから航行の自由作戦フリーダム・オブ・ナビゲーションって言うんだけど公、はい、の自由作戦を続けるとは思うけれども、うん、そんなことやったって,だってミサイルはもうだってあの人工島にあるわけだから、えー、それはあのうやったってなミサイルがなくなるわけじゃないですよね。うん、ということはこれ中,中長期的な大きな脅威が。 またた一つ増えたということだとだ思いますこれ、あのー、この東南アジアも含めてアジアの,、まああの安全保障の大きな会議として、うん、シンガポールでシャングリラ会合というのがあれは公のものですからねですから、その意味では軍備管理ミサイルの数とか、はい、弾頭数とか、ねえー、いわゆる昔米ソでやったじゃないですか、えーえー、ああいうことは中国とは一切やってないんですよ。まあもちろん中国は元々は 小さな核戦力しかなかったからそん、はい、なことやる必要はなかったんだけど、えー、今、ICBM の数も増やしているし、うん、それは昔何十発だったものが何百発になっているはずですから、はい、1000発超えたらそれはもう当然大変なことになるわけで、うん、そうならないうちにちゃんと管理をしなきゃいけない。という 動きが出てくると思いまますすこれ中国は乗ってきますかねいや、そら、すだのだこだのいいと思いますよシャングルラの時も国防大臣がまあ来ていて、えー、そういう質問が出たけれども、うん、結局、時間切れもあって、お茶も濁したという,う話があって。うん、要するに、核のもしパリティというんですけれども、均衡、はい、をしようと思ったらね、少なくともアメリカに対して報復で 核攻撃で第二次攻撃能力って言うんだけども、はい、向こうがやられてもこっちはやり返せるだからやり返されたら嫌だからやっぱりやめようというこれが核の抑止だから、はい、それを持つためにはやっぱり相当の数が必要でまだ足りないからんこの足りないうちにねやめ,られやめさせられたらたまんないから私がもし中国だったらやめません。えーうーん これそうすると、ある意味日本という国は日米安保もあってアメリカの核の傘で守られているということを言いますよね、その傘が弱くなったり、あるいは一部破られるようなのそれはね、核の抑止というのは常にそういうものでして、別に紙に書いたからって守ってくれるわけじゃないんで、ちゃんと同盟関係がしっかりしていなきゃだめなんですヨーロッパも同じで、その時には NATO 条約があるわけですけど、日本も日米安保がある。だけど最終的には どうやって守るかって自分たちで守らなきゃいけないんですよそれがまあヨーロッパと同じような状況についに ヨーロッパはまさに1980年代に中距離の核戦力の話があって s、はいはいはい、s, SS 20, <S 20とパーシング2という、ねはい、争いがあってその後全廃条約になってーへーへーしかし一部の国はです、ね、アメリカの核兵器を導入して、はいえー、そしてニュークリアシェアリングというんだけど、はい、核の共有をやってそれでソ連の核兵器に対抗したわけですよね。そのような時代が形を変えてて東アジアジに出てくる可能性は ないわけじゃないんです。あの当時もその中距離の核ミサイルをじゃあヨーロッパ向けじゃなくて、日本向けアジア方面にもっていう話があって、そうなるとまさに今の話と同じだった。そうそう。でそれをやめさせたわけですね。中曽根政権はそれをやめさせる形にしてくるより向こうに行って、あれは大事だ。当時日本にちゃんと戦略家がいたってことですよ。非常にいいことだった。ゼロゼロですよね。確かね。でも今度はそうはいかないですね。あれっていうのはまああの当時中曽根政権にはまあ国安保衛とかエイク かその辺が立案をしてやるっていうのが戦略的にやれてたんですか当時はね、あんまり、えー、偏った言い方をしたくないけどもやっぱりあの部分でちゃんと考えていたのは外務省の北米局だったと思いますね。 その危機感も含めててやっていた、うん、そういう戦あの核戦略のことを本気でやっていたのは当時80年代であれば、はい、あの官邸にはそういう組織はなかったしもちろんあ<ー>ああそれからそういう発想もなかったと思いますねまあ今より官邸の力もっと弱かったというあ要するにあの政治家しかいなかった時代だからあとはもう側近しかいなかったからね、はい、今のように NSC があるわけじゃないですからうんですからまあ昔のほうがあの関係省庁の なんていうかな、あの役割大きかったかもしれません。今はじゃ、そこを N. S. C. がになっていく形でしょうね。うねまあ、もっとも、ううとあの、今のような議論というのは、はい、もう今常識ですから。うん一昔前とは違ってね。ですから、それはいろんな省庁で議論をした上で。はい、それが N. S. C. で議論するんじゃなくて、集約されていくと。いう形だと思いますけれども、まあ、昔のような、あの、ドタパタはないと思います。あこれ、やっぱり、でも、日本として、今の、この日米安保の枠組みも含め。 決めた中で守っていこうとすると、うん、シェアリングっていうのが一つ有力な選択肢には当然なってくるわけですよあだけどシェアリングはもちろんあの軍事的には一つの選択肢だと思います、はい、ただこれが政治的にね特に国内政治的にどうやって国民に説明をするかと、はい、いうならそれは簡単じゃないと思いますよ。 うん、それはだけど、それは当然なんで、<ー>えー、国民の皆さんにやっぱり理解してもらう努力をしないと、うん、そういう方向に動くっていうのは、なかなか難しいとは戦後、この方、外交、うん、は票にならないっていうようなことが、今年やがに言われてきたけど、うん、これ、せっかくの選挙の機会、こういうことも本当は議論しないと,と思いますがまあね、まあ、でも、日本はこういう問題はね、はい、外圧がないと変わらないのよ、うん、黒船の時代から。うん それが、まあ、たまに傷なんだけどだ誰も責任取りたくないからねあ<ー>から黒船が来たらやらざるを得ないと、はい、いアメリカがガ、ね、ンガンガンガン行ってきたら貿易で譲歩しなきゃいけない本当にやらなきゃいけないのは分かってるんだけども誰も責任取りたくないから、うん、みんな逃げてたわけですよ外圧、うん、だったらもう相手のせいにしてだけど自分がやりたいことはできるでしょうんそういうふうな意思決定ばっかりしてきた国だからなかなか自分から言い出すのは難しい国なんじゃないでしょうかねうんいいかどうか分からないけど、はい、あんまりいいことじゃないですね。 えー、今日のスクープアップ中国が南シナ海で弾道ミサイル発射実験というニュースから、まあ、我が国の安全保障についてもお話しいただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧くださいさてここでお知らせがございます、えー、来週1週間なんですが私ですねお休みを <え>いことに。いやいやいや、そうなんです。お休みをいただくということみす。そうなんですが休みすぎだから。<laughs> <laughs> また、いい具合に伏線を用意してくれるなと思ったんですが。<laughs> <laughs> 来週はですね、こちらの皆さんに番組をお願いすることになりました。月曜日、須田慎一郎さん。火曜日、有本香織さん。水曜日、高橋洋一さん。木曜日、鈴木哲夫さん。そして金曜日は、三宅邦彦,彦さん。

<laughs> <laughs> そんな機嫌悪くならないくださいよ。だったら私だって働き方改革したいわ。<笑><笑>じゃあちょっと別で後ほどご相談を。<laughs> はいはい、えー。ということで、そしてですね、六時十分ごろいつもあの新聞長官ご紹介するゾーンでイギリス在住のコラムニストのブレイリー美香子さんという方に、えー、インタビューをしておりまして、ああまあブリグジットの話とかも含めてですね、うんうん、イギリスの特に、まあ、庶民階級の人たちの中で生活されている方、はい、だからその緊縮財政とか一体どういう作用してるの。 とかですねその辺りも含めてじっくりとお話伺ってまいりましたんで是非、はい、来週1週間お休みをいただいてそして、えー、7月15日から放送復帰なんですが、うん、この日がですね、えー、日本放送の開局65周年の特別番組があるということで、はい、私その特番の夕方5時からの枠で、えー、休みから復帰ということになりますんでそちらも是非お聴きください。はい